が相手の手を取りたいから両手出すんだよ。前に落とす。はい、まずは表技、はい、今度は裏技。はい、掴んだら相手の後ろに入る。自分の前を押して後ろに回る。覚えてこないよ。名前、技の名前もちゃんと覚えないかんよ。はい、はい、ここで廃墟対象。はい、右にするのまる。はい、下から上げて前に出る。よし、はい、じゃあ正面爪に投げ。はい、ちゃんと技の名前覚えとるで、ね、うん、ちゃんと技の名前も覚えなあかんよ。で、やり方も覚えなあかんよ。技の名前だけ覚えとってもできんかったらあかんぞ。はい、疲れたら受ける。よし、はい、突きでこれ返し。サヤの保育中にいるサヤの一番端っこな刀の唾がパチンと収まるところ、保育口っていうの、あの魚の鯉の口みたいなところ、保育口、そこを取って、はい、つか唾の切り身のところを掴んで、はい、前へ向く。はい、そこに相手の顔面、目のあたりをです。こういう形になって、はい、組み立てて、はい、右半身だよ、パスの前、はい、はい、下がって、はい、もう一回、いつも言うんだけど、人形の時にみんなこうやって入っちゃうのかな。こうやって入ると肩上がっちゃうから、できるだけ肘を押さえながら、上げてくると肩が上がらんから、そこで決めるんですよ。ストップ。パクっちゃダメよ、絶対自分から取り込んでくんだよ。
まず打たせないことを、相手が打ってきたときに、こうやったら絶対これは打たれちゃうから、止めて入る、切り落としながら入る、あとは逃げても関係でもなんでも一緒。それ今度は入り投げいきたい。入り投げは、それこそ自分の。怒りが遅くなったから、これではしゃあないから、こう入る。当てがしてる入りにするんで、上がってきたらここで打つ。で、座り技の場合は、この状態から足なかなか出せないから、腰だけ切って、あんと投げる。この状態から、すげえしっかり、打ちに来い。こういう状態になるといいかな。空振りすれば、でもしあれだったら、そのことな、まっすぐ来たやつをこう入ったら、こう入ったらそのままこっちに入ったりして、まあ、引き付いてるな。なりやすいな。危ねえから、裏に入る。上がってくるから、まず。はい、入り身投げ。だから、尻尾でいかに相手の側面に入れるか。